竹本知恵は日本の女性モデル、レースクイーン。兵庫県出身、イースマイル所属。高校卒業後は OL として建材屋で働いていたが、21歳の時、オートポリスで行われたスーパー耐久にレースクイーンとしてスポット参加したのを機に関西でモデル活動を始める。2015年にはミスユニバースジャパン岡山大会で、 ファイナリストに残ったが、受賞はならなかった。その後2016年1月に上京。同月の東京オートサロン、MS ジャパンサービスブースのコンパニオンがいい、スマイル所属モデルとしての初仕事となった。同年、スーパー GT、ドレーゴモドゥーロホンダレーシングのレースクイーンを神崎博士女と共に務める。翌2017年は、チームトムスニャンコ大戦争ガールズの一員として、 スーパー GT、スーパーフォーミュラの2カテゴリーに参加した。2018年は、LM コルサ TWS プリンセスとして、スーパー GT300 クラス、86F4PCCJ のレースクイーンを担当。2019年は、全10カテゴリーに参加、LM コルサ TWS プリンセスを継続、また、カロッツエリアチーム KCMG エンジェルスとして、 スーパーフォーミュラや TCR ジャパンシリーズにマカオ所在チームであるアジアレーシングチームイメージガールとしてジーク 700km 耐久レースバースレッチングプロジェクト BRP としてスーパー耐久ブランパン GT ワールドチャレンジアジアのレースクイーンを務めた2020年はイースマイルの先輩にあたる辻井ミカから引き継ぐ形でモチュールサーキットレディとして NDDP Racing with VMAX を担当する。ありがとうございます。